阪神タイガース一軍経験も豊富な2人の選手が怪我から復帰に大きく前進しています。まず一人目紹介させていただくのがマックス159キロの直球が魅力の望月敦史投手です。まず望月投手のプロ入り後の成績振り返っていきます。キャリアハイは2018年のシーズンです。37試合投げて防御率が 4.30、 44イニング投げて四球が17、奪三振が40という成績になっています。四球率若干高いですけれども、やっぱり直球が速いということで奪三振率は高いです。怪我も多く、なかなか登板が重ねられていないという状況ではありました。通算62試合の登板で防御率が 5.21、 1勝1敗という成績です。望月投手の怪我の詳細ですけれども、2022年の9月に右肩関節伸修復術を受けています。全治3ヶ月というふうに報道があったんですけれども、それよりはだいぶ時間が経過している状況です。制球難であったり度重なる故障で、すでに育成契約となっておりまして、崖っぷちの状態です。望月投手が受けた右肩関節伸修復術、ここからの復帰っていうのは結構ハードルが高いです。過去に斉藤佑樹投手、斉藤和美投手、中里敦史投手、こういった投手がこの手術を受けているんですけれども、完全復活とはなりませんでした。軟骨は再生しないという特性があるため、フォームを改造して痛みが出ない投げ方を追求していく必要があるというのが一般的な考え方です。最速159キロの直球は復活するのか注目したいと思います。望月投手は復帰に向けて大きく前進しています。6月14日にシートバッティングに登板、20日にはブルペンで50球の投球も見せています。牽制なども含めた試合を想定した練習にも取り組んでいます。望月投手本人も復帰に向けてかなり手応えを感じているというコメントが出ています。望月投手は上がっている感じがします。状態を戻すのが一番ですけれども、試行錯誤して経験したことを生かし、怪我をする前よりも良くなって超えられるぐらいの投球をイメージしていきたいと思っています。もう一度しっかりと直球を見せられるように頑張っていきたいですというふうにコメントしておりまして、復帰が少しずつ見えてきました。望月投手はプロ8年目を迎えておりまして、年齢も25歳とそこまで若くありません。これまで一軍で目立つような成績というのは残っておらず、なおかつ育成選手という立場です。本人も時間も限られていますし、しっかり投げられるところをアピールしたいと思っていますと、早期復帰を目指しています。続いて2人目復帰が見えてきたのが、一軍でも安定した投球を続けていた小川一平投手です。小川投手は2022年までは主にリリーフとして登板していましたけれども、2022年から先発に転向しています。2021年がリリーフとしてはキャリアハイで、19試合の登板で防御率が 2.95、1勝0敗、21.1 イニング投げて四球が7、奪三振が19といい成績を残しています。そして先発に転向してからも勝ち星こそ上がっていませんでしたけれども、4試合の登板、比較的安定した成績が残っています。昨年12月に右肘、そして尺骨を手術しておりまして、5月中の10戦復帰を目指すという報道が出ていました。小川一平投手の回復状態ですけれども、4月の時点でブルペン投球を行いましたが、痛みがあり、まだまだと、これからノースローの時期も長くなってしまうかもしれないと、そういったコメントもありました。6月18日に2軍で打撃投手として登板しています。5月中の復帰という予定には遅れていますけれども、今シーズン中に2軍での復帰、そして1軍での復帰というところ、どちらも期待したいと思います。最後に阪神タイガース、望月投手と小川投手以外の最新の故障者リストを振り返っていきたいと思います。もう少し時間がかかりそうだなというのが3人目、ブライアン・ケラー投手ですね。右肘を痛めたという報道が過去にありました。しかし5月24日に実戦形式の練習に登板しています。これで復活かと思ったんですけれども、6月14日に再びドクターチェックのため帰国しています。そして一時帰国から6月19日に再来日ということで、ここから少し時間をかけて一軍登板というところを期待したいと思います。そして4人目、最も復帰まで時間がかかりそうなのが高橋遥人投手ですね。2022年の4月にトミー・ジョン手術を受けています。そろそろ復帰に向けて始動かと思われたんですけれども、左尺骨と左肩関節の手術も6月中旬に行ったという報道がありました。全治未定ではあるんですけれども、今年中の復帰は絶望的かという状況で、奪三振率かなり高いピッチャーで、今後来年に期待したいと思います。以上です。